どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はこのガズのわがままウクレレ、いつもガズが使っているこのガズのわがままウクレレの事前予約注文販売のお知らせです。はい、もう担当塾にドン、2020年10月21日正午より、10月分の事前予約注文を、受付再開いたします。基本的には月に1回をね、目安にこう注文して、あの受注をいただこうというふうに、考えて邁進しております。ちょっとね、受け渡しは先になってしまって、詳しくは、明日公開される、ガズレレ公式ホームページのこのね、あの見てもらうと分かるんですけど、ここですね、ガズのわがまま遅れ、これ今ちょっとあの前回ののがあるんですけど、これが変わりますんで、明日の正午にね、この中に、納期のこととか詳しく書いてあります。詳しくはチェックしてください。年明け3月以降になっちゃうと思うんですけど、はい、お願いします。そして、一応ざっと言いますと、ガズのわがまま遅れなんですけど、基本的には大きさはですね、2種類ありますよ。コンサートサイズ、ソプラノサイズ、あとこのフレットの、これがね、いつもガズたまに使ってるから、こう7フレットモデルがあって、いろいろ選べるようなあのセレクションになっておるんですけど、これ私わかんない、なんか何が違うの、これピックアップがついてる、このピックアップってここにね、エレクトリックウクレになれるのがついてて、何が何だか私わかんないという方、質問が多かったんで、実はこのどうやって選べばいいかっていう解説動画撮ってます。ここにひとまずリンク貼ってきますんで、これガズのわがままウクレ興味あるけどなんかよくわからないなという方、その動画もぜひ見ていただけるとありがたいと思います。あとはですね、そのさっきも見せたこのガズレレ公式ホームページ、これガズレレ .com のトップページですけどね、ここのところのこのガズのわがままウクレレ、これですね、ここ今これ見てもらうと、これ中開けてもらうと結構詳しく解説、どんなウクレレかっていうストーリーが載ってますんで、ぜひご覧になっておいてください。リンクもここに貼っときましょう。ガズのわがまま、これ明日12時にここで事前予約注文を受け付けさせていただくんで、ちょっとご検討中の方はここもあのブックマークしておいてください。そしてあの今回はですね、このセミオーダーも同時に、セミオーダーっていうのはいろんなところを選べる、このここのホームページもあるんですけど、この G オーダーっていうところ、このガズレレ公式トップページのこの G オーダーっていうところを押していただくと、こうページが立ち上がって、ここの中ではですね、皆さんのお好みのウクレレをこうセレクションできるという、あ、木材とかね、どうやって選べばいいかって今も公開されてるんで、これちょっと事前に見てもらいたいんですけど、セミオーダー結構すごいですよ。ちょっと写真こんな感じのウクレレになる、もう皆さんにご選びいただけるんですけど、今回からここにですね、新しい、セレクトアイテムが追加になります。それはですね、塗装でございます。今のね、通常のガズのわがままウクレレってこれちょっとこうツヤがない、こんなような仕上がりになってるんですけど、今回のセミオーダーからこんな感じの、見てツヤツヤ、こういうこれピカピカので、しかもこれシースルーでしょ、こういうのを選べるようになったんですよ、色がね。そうするとこんなようなもうゴージャスなイメージに変わってきます。で、これはですね、サルスベリという木を選んだ方のみのこうカラーセレクションが可能なんですけど、一応ざっと色を紹介、これ茶色とかブラウンカラー、はい、その次見て、これオレンジ色っていうのがちょっと明るい感じ、さっき木目がすごいでしょ、このサルスベリっていうのはこういう木がするんです。ブルー、斬新、ブブ、青いウクレレなんて、このウクレレのね、この、ま、木目はちょっとさ、このものによってね、天然素材なんで分からないですけど、あとはこういうブラック。これも渋いですよね、渋い。ブラック。あ、カメラがすごい映ってる。はい。ブラックだったり、これ、グリーン。グリーンとかすごいですよね。エレキギターで言うとね、ポール・リード・スミスっていう色の、こういう色のね、ギターがあるんですけど、これとかもこう、ワインレッドっぽい、レッドっちのかな。パープルレッドみたいな渋い色。はい。あと、これもちょっとダークブラウンかな。はい。こんな感じの色からセレクションできるということで、ぜひ今回このコンテンツ増えましたんで、ページだけでも見ていただければと思います。で、このことも、10月21日の正午に、このページがリニューアルされますんで、それをですね、まあ、今見るとそれ追加されてないんですけど、ちょっととにかく、今日と明日で、まずこの、ガズのわがままウクレレのこのページと、G オーダー、この2つちょっと見ていただいて、ちょっと興味ある方、ガズのわがままウクレレのこと、試合でちょっとじっくり知っていただければなというふうに思います。そして明日の正午から、事前予約注文を受付開始しますので、ぜひ皆様ふるってご予約をお願いします。今ベトナムではですね、もう毎日毎日もじゃくん、もうチーム一丸となってもベトナムのスタッフもね、もう巻き込んでね、もうわーわー作ってるという状態ですんで、結構活気があります。そしてですね、ちょっとお届け先になっちゃうんですけど、今ね、ものすごい改革をしてまして、工場の中で。だん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 うまいことこう、いろんなことが進み始めているんで、よろしくお願いいたします。そして今、現在ね、予約注文いただいている方、お待ちになってくださっている方、お待たせしております。心を込めて、ベトナムで生み出しておりますので、もう少々、お待ちくださいませ。
じゃあ最後にもう一回整理させてください。2020年10月21日の正午よりガズのわがままウクレレ、事前予約注文受付開始いたします。でガズのわがままウクレレスタンダードライン並びにセミオーダーが選べるようになっておりまして、セミオーダーの中ではいろんな色が選べる、カラーバレーションが選べる、機能が、コンテンツが追加されておりますということでございます。お届けは2021年の3月ぐらいになると思われます。はい、その辺をご確認していただき、ぜひとも、ホームページで、この2つの G オーダーとガズのわがままウクレレの、あのページの方もご覧になっていただければというふうに思います。まあまあどっちにしろガズレレホームページ、ご覧になってください。それでは皆さん楽しく音楽してまいりましょう。さよなら、バイバイ。